ゴーカーチャンネル。はい、プジョーのリフターをですね、高速道路で、走ることにしました。でこの 1.5 リッターのディーゼルターボエンジンはもうプジョーの308ですでに搭載されていて、私はもうとてもこのエンジンがいいというふうな話をしているのは、もうこのゴーカーチャンネルをご覧いただいている視聴者の方は、ご存知だとは思うんですけれども、308よりもかなり重量が増したこのリフターという車に同じエンジンというのは果たしてどうなのかなというような心配、まあ、心配というか、あまり大きな期待をしてなかったんですが、実際に今ここの辺りは速度区間が80キロなので、まあ、80キロプラスアルファぐらいで流れてるんですけれども、やはりいいですね、大きいトルク、もちろんその馬力はそれほど130馬力ぐらいなので伸びはないんですが、やっぱトルクがしっかりあるので、その分力強さとか低中速からの加速に関してはかなり力強い感じがしますね。今時速80キロぐらいで走ってるんですが、7速に入っています。エンジン回転は1750回転ぐらいといえばいいでしょうか。それぐらいの回転ですから、これもやっぱり燃費は良さそうですね。でもう一つやっぱり感心するのは音がやっぱ静かなんですね。で、街を走ってみてもやっぱり騒音はもちろんエンジンの音は聞こえてくるんですけれども、ディーゼルかどうかわからない、あれガソリンだったかなというふうに思える静けさを、持たせているのは、やっぱこれは前から、この車の一ついいところかなという気がしますね。音がとても静かというところは、魅力的なところかと思います。で、まあ、このリフターという車自体は本国ではやっぱり商用車にも使う車であるということで、その乗用車で使っても大丈夫なのかなという、そういう心配も、あったのはあったんですけれども、実際に今こう乗ってみて、この車は、まあ、商用車のものっていうのは日本には入ってきてないので分かりませんけれども、十分乗用車風に乗れる、乗用車として特に不満のない、走り、それから音、そういったものが満載されていると思います。特にセーフティーシステムですね、運転支援システムなどに関してはこの車の充実度合いというのはやはりなかなか見るべきところが多いかなと思います。まあ、ただその他のプジョー、例えば508とかそういう車に比べると少しそこまでは至ってないというのが、まあ正直なところなんですが、まあ一昔前のプジョーだったらこれがついてたらびっくりというようなものがついています。今こう合流のところですけれども、アクセルをわずかに踏んだだけで今ぐいぐい加速して、今もうすぐ100キロになりましたね。この加速感はやっぱり運転が楽だなと思います。もう一回一度80キロまで落としてみて、そこからの加速を見ていきましょう。もう実際に今8速に、あ、今7速に入りましたね。90キロを割ると7速に入るみたいですけれども、減速もそれほど速くないですね。結構ずっとこう流れた感じでいきますが、今これデジタル表示にもすることができまして、中央部に、時速80キロにしてみました。80キロで、7速で、さっきよりかは回転低いですね。1600回転ぐらいと思ってください。ここから加速していきます。でも今アクセルとしてはそうですね、3分の1ぐらいしか踏んでないぐらいで、もう時速100キロになりました。でもう
この車の場合はアクセルをそんなに強く踏んだとしてもあまり意味はないと、回転がもう結構こう頭打ち感があるもんですから、まあ、1回やってみてもいいんですけれども、ちょっと前に今トラック入っちゃいましたんで、ちょっとトラックを抜いてみましょうか。今ちょっと車後ろから来ているので、この車を1回行ってもらってからやりましょう。ちょっとアクセルを強めに踏みます。はい、もう今すぐ100キロになったんですが、やっぱりまあこの 1.5 リッターで十分な感じしますよね。大急ぎの加速でなければ今ぐらいの大急ぎの加速でなければですね、アクセルをそれほど強く踏まなくてもいいですし、今のような意外に今加速良かったですね。私もっとこんな良くないかなと思ったんですが、まあ、頭打ち感はあるんですよ。頭打ち感はあるんですが、それほど、大きな不満はないといったところかなと思いますね。それから、まあ、さっき先進運転支援の話で、ACC アダプティブクルーズコントロールがこの車にも付いているというお話をしましたが、これがこのステアリングの後ろのステアリングコラムについている、まあ、これは他のプジョーと同じなんですが、これがちょっとステアリングのこのスポークに隠れてしまって操作スイッチが見えないのがですね、これはどうもあんまり好きじゃないんですけれども、まあ、1回慣れてしまって、あとは何キロで設定と、今100キロに設定しましたが、こう表示するようになってますね。まあ、これはすごくやっぱり分かりやすくて見やすくて、いいなと思いますね。ただ先ほど申し上げた通り、ここにスイッチがあるので、どれが車間距離調整で、どれが、もう一回その速度で再設定スイッチなのかというのは分からないんですね。で、これはもう少しステアリングのスポークのデザインを変えるのか、このスイッチの位置を変えるのかした方がいいと思うんですけれども、まあ、これは他のプジョーでも同じ印象だったんですが、もう少しこの辺りは再考すべきところかなというふうに思います。で、今日は車がなんか少なくて、全然アダプティブクルーズを効かせず、ずっと100キロで、走ってしまっているような状態ですが、まあ、ちょうどこの今平坦なところですから、時速100キロで、瞬間燃費がどれぐらいかというと、1リッターで 23.8 ぐらい今出てますね。ギアは8速に入っています。エンジン回転は1700回転ぐらいでしょうか。やっぱりこういうのは燃費がいいわけですね。ちょっと左の車線へ寄ってみて、今左が流れ遅そうですから、ブレーキの制御などどんなものかっていうのを見てみましょう。ちなみにこの車間距離の調整幅は3段で切り替えられるようになっています。もうあと1段階か2段階ぐらい多いといいかなという気はしますが、まあ、プジョーはみんな3段階になっています。今一番車間距離を短い設定にしてあります。で、まあ、だんだん今前に車こう近づいてきて、いますけれども、そうですね、だんだん減速していってますね。あ、滑らかですね。ただ先行車が今何キロで走っているかとか、そういった表示はこの車は出ませんので、まあ出ないという、まあ出る車少ないんですけれども、この車は出ません。滑らかにいきますね。あ、それであれですね、こう右側に入ろうとするとその前から加速体制に入るような仕掛けもついてるんですね。これはいいですね。よくあるのが、遅い、車が遅いから右側に車線変更しようと思うと、右側に出た車がいないのを検知して加速というような車があるんですが、もう右側に出るということは、この車は前の車を抜きたいんだなというのが、この車は先読みをして、加速体制に入るというような感じになっているのは、これはとてもいいところですね。そしてこの今乗っているのはデビューエディションという、まあ、初期導入限定車なんですが、ガラスルーフがついていまして、このガラスルーフは、まあ、開放感がいいなと思うんですが、まあ、今回このリフターの特徴としてこの真ん中に、
なんていうんでしょう、名前はちょっと忘れちゃいましたけれども、物入れにもなっているこう空間があってですね、これがもう新しいんですが、やっぱこれがあると最初面白いなと思いました。開放感あんまないですね、全席に座っている分には、このせいでちょっと開放感にはちょっと欠けてしまうなと。ちなみにこれもサンシェードはついてるんですが、これがですね、確か他のプジョーの車だと1回押せばもうオートでビューと行ってくれたはずなんですが、これずっと押し続けなきゃいけないっていうのはちょっと手間ですね。でまあこうすれば普通の車のように乗れるというのは、まあこれいいんですけれども、できればこうずっと押してなきゃいけないっていうのがちょっとこれは手間といえば手間ですね。まあ、そのあたりは多少商用車ベースということもあって、なんて言うでしょうね、まあいいかというふうになったのかもしれませんけれども、でそれからこの車のいいところは、やっぱりさすがプジョーだなと思ったのは乗り味の良さです。でこれはまあ街中の試乗でもまた申し上げたいなと思うんですけれども、こういう商用車ベースの車というと、やっぱり荷物をたくさん乗せるということも想定してですね、今私一人でしか乗ってないんですが、たくさん荷物を乗せた時にちょうどいい足回りになるように、どちらかというと空に何も乗せていない状態の時には、車がぴょんぴょん跳ねるような印象になる場合があるんですね。でもそういうことがこの車にはありませんで、まあ逆に今回は荷物をたくさん乗せた状態では乗ってないので、そういう時はどうなるのかわからないんですけれども、一人で乗っている時も足回りで大変しなやかに、路面を吸収していきます。まあこれも一つ、乗ればプジョーの車乗ってるなというのが一味で一乗りでわかるというのがやっぱりいいところだと思いますね。道路の継ぎ目をこう越えていってもですね、車全体の剛性もしっかりしているんだと思います。何か越えた時にボディ全体がブルブル震えるような印象もないですし、トトンとこう足がうまく動いて、吸収しているというような印象がとてもあって、これはやっぱりさすがプジョーだなと。こんな背の高い車でも、いい乗り味を提供しているなというので、これはとっても嬉しいところだったなというふうに思います。